博多リバレイン、博多リバレインモール、博多リバレインモールバイ高島屋は、福岡県福岡市博多区下川端町にある、商業施設、大型商業、ビル、リバレインセンタービルの地下2階から6階部分を、閉めており、同ビルを入れて3棟のビルからなる、大型複合商業施設、博多リバレインの中核的テナントになっている、現在の施設名、 博多リバレインモールバイ高島屋は2015年6月12日から使用されているもので、これまで2度の名称変更と同じく2度の運営会社の交代を経験している。1999年に下川端地区再開発事業によって建設された博多リバレインの中核的な商業施設で、開業前の構想では川向かいに隣接していた。 福岡玉屋を救済する目的もあったが、最終的に玉屋側が入居を断った。2012年から単独で投資施設を運営している、東新開発と、親会社の高島屋にとっては、同社系列のハイランドグループに加盟していた、福岡玉屋が1999年7月に閉店して、以来の福岡進出となった、スーパーブランドシティ時代から、 海外のトップブランド、高級ブランドが多数入居していたが、投資開発が管理者となった2012年以降で何との入れ替えが進み、2014年4月には福岡アンパンマン、子供ミュージアムインモールが開業するなど、顧客のターゲットを変えつつある。また、投資施設はハートビル法に適用し、バリアフリーとなっており、障害者専用トイレや車椅子の設備もある。 当施設の営業関連店舗の詳細は、公式サイト内の、フロアガイドを参照。平成14年度大規模、小売店舗立地方法不足第5条届での概要2011年12月8日、閲覧 AB、施設名称変更のお知らせ。東新開発株式会社株式会社、高島屋。2015年11月13日閲覧。ABC、博多リバレイン。 イニミニマニモが解消。産経新聞。http://www.sankei.com/.region/.news/.150414/.rgn1504140059-n1.html2015 年4月15日閲覧。遠隔。株式会社大塚家具。 2015年11月13日閲覧、アーカイブされたコピー。2003年6月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年12月26日閲覧、倒産速報都市未来、福岡。東京商工リサーチ。 http://www.tsr-net.co.jp スラッシュニューススラッシュフラッシュスラッシュ1 2 0 2 5 2 9 5 8 8 h t m l 2 0 1 5年11月13日閲覧東京商工リサーチの報道では負債総額は約90億円としている。イニミニマニモ元は英語圏において何かを選ぶときに歌われる歌で 日本のどちらにしようかなに相当する。博多リバレイン。イニミニマニモにおける共同事業開始のお知らせ。東資開発株式会社日本リテールファンド投資法人。2015年11月13日閲覧。当初博多駅再開発により閉店した博多井津屋が当面の代替店舗としてに出店する意向を示したが、後に、 博多井筒屋は2007年3月の閉店直後に法人を解散、井筒屋本体の直営とした、博多リバレイン、イニミニマニモ新宅受益権準共有持ち分の取得について、東新開発株式会社、2015年11月13日閲覧、ありがとうございます。